中山大障害。中山大障害は、日本中央競馬会、JRA が中山競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争、JGI である。競馬番組表での名称は、農林水産省商店中山大障害と表記している。春に施行される、中山グランドジャンプと共に、大竹作障害や、大池垣障害を飛び越しする中山競馬場の、 タスキコース、大障害コースが用いられる、工術。聖章は、農林水産大臣賞、日本橋協会連合会会長賞。1934年に、当時中山競馬クラブの理事長だった、日賀金一郎が、東京優秀、日本ダービーに匹敵する中山競馬場の名物競争とすることを目的として創設した、障害競争で、 日本で最も難度の高い障害競争とされている。第1回は大障害特別の名称で行われ、1935年から春と秋の年に回こ行するようになった。競争名はその後度重なる変更を経て、1948年秋より中山大障害の名称で定着している。試行距離は創設時に4100メートルとされ、 幾度かの変遷を経た後、1972年秋より、再び4100メートルに戻され、現在に至る。1935年以来、長らく春と秋に、年2回施行していたが、1999年に、障害競争が改革され、グレード制を導入した際、春の競争を廃止の上新たに、中山グランドジャンプが創設され、本競争と、 中山グランドジャンプが最高位となる JGI に格付け。合わせて負担重量も別定から定量に変更され、以後は周期に年1回の試行となった。自己防止のため1972年に障害の規模を多少縮小したものの、現在も花の大障害、暮れの中山の名物レースなどと呼ばれ、親しまれている。1957年から4歳。 現産歳馬の出走が秋のみ認められるようになり、外国三馬は1989年から春、1993年から秋にそれぞれ出走可能になった。2011年からは国際競争となり、外国馬も出走可能になった。また、競馬における障害競争の総決算として位置、続けられている。以下の内容は2015年。 第138回現在のもの。出走資格、サラ系、障害3歳以上、出走可能等数、最大16等負担重量、定量、3歳 61kg、4歳、以上 63kg、貧馬 2kg 減。出馬投票を行った馬の内優先出走権の、ある外国馬から割り当て、JRA 所属馬は、通算収得賞金。 過去1年の習得賞金、過去2年の JGI 競争における、習得賞金が多い順に割り当てる。2015年の1着賞金は6500万円で、以下2着2600万円、3着1600万円、4着980万円、5着650万円。中山競馬場の障害コース、大障害コース、工日を周回し、最後の直線は、 芝コースを使用。全体の距離は4100メートル。第3コーナーからスタートし、まず順回りで4分の3周。交渉面から大障害コースに入り、大竹作を飛び越し、その後は逆回りとなり、第4コーナーから第3コーナーを通って、再び大障害コースに入り大勢を飛び越し、再び順回りに戻り、第4コーナーからダートコースを横切って、芝コースへ進入。 最後の直線には、障害がない。7つの障害を11回飛び越し、6回の反路、谷、バンケットとも呼ばれる証拠がある。飛び越しのテクニックは、もちろん、大竹作と、大池垣では高さに加え距離も飛ばなければクリアできず、スタミナや精神力が試される、JRA 障害の最高方向数とされている。創設時は、障害を10回飛び越し、 6階の半路、谷、バンケットとも呼ばれる商工の他に大土類、通称、赤レンガ、高さ1.4メートル、幅2.2メートルと、大竹作、高さ1.6メートルと池垣、高さ1.5メートル、幅2.7メートルがあった。中山競馬場のタスキコースは、大障害コースとも呼ばれ、本競争と中山グランドジャンプでの未使用される。大障害コースには、 大竹作と大池垣が設置されている。中山競馬場の第6号障害。スタートから5番目に飛び越しする障害で、高さ 160cm、幅 205cm、蓄作部分の高さは 140cm となっている。1980年代は、この障害で転倒、落馬をする馬が非常に多く、 1981年春より1985年秋まで出走馬のべ80頭のうち19頭が転倒、落馬を引き起こした。その後、竹作を、締まりが緩くかき分けやすいものに変更したことに伴い、大幅に液化。2003年から2012年までの出走馬140頭のうち、ここで落馬した馬はわずか1頭にまで激減した。中山競馬場の 第7号障害。スタートから7番目に飛び越しする障害で、高さ1 6 0トル、幅2 4 0トル、池垣の高さ1 4 0トル、大障害創設当初より2 0トル高くなっている。大竹作から見て、逆回りをして、もう一回、タスキに戻ってくるという仕組み。かつては、大ドと呼ばれたが、旧王池垣が廃止された後に、 こちらを大池垣と呼ぶようになった。全面土イ部分に赤レンガ模様のデザインが施されており、赤レンガという通称も用いられる。以前より競争中止となることは少ないが、時折有力馬の落馬を引き起こしている。また、大竹作の難易度低下に伴って、近年では中止率が逆転している。中山競馬クラブの日田金一郎が1932年に、 創設された東京優春競争に匹敵する競争を中山競馬場でも開催したいと考え、イギリスのグランドナショナルに習った障害競争を創設するため、同年に障害コースの整備を開始、1934年8月27日に大障害特別競争を創設する旨を各クラブに通知した。それは距離4100メートル。 高さ160センチメートルの大竹作、高さ140センチメートル、幅220センチメートルの大土類、高さ150センチメートル、幅270センチメートルの大池垣の3、大障害を含め、計10回の障害飛び越し、加えて、高低差4メートルを超える反路を6回、登るするというものであり、ほとんどが中距離で障害も120センチメートル以下の、 競争しかなかった当時としては非常に過酷なものであった。競馬関係者からは群馬の改良の必要性などから長距離を耐え抜く、有能な実駅馬を選定できるという賛成意見もあったが将来守護馬となる両決馬、工学馬の出走が望めない小頭数となり競争興味薄れるなどの理由で時期焦燥とする反対意見が圧倒的となった。 しかし、日田は断固として、思考を主張。12月5日に大障害特別競争を行うことを決定した。一着賞金は1万円であり、これは、東京優春競争と並び当時最高の賞金額を誇るレースであった。1999年の障害競争の改革に、あたっては、春の大障害を、中山スプリングジャンプ、秋の大障害を、 中山グランドジャンプとする計画であったが、競馬サークルの内外から伝統のレース名はすべきという声が上がり、また春の競争を国際招待レースとする計画が立ち上がったため、春は中山グランドジャンプとして新設、秋は従来通り中山大障害の名称で施行することとなった。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記としている。競争名は 1> 第1回が、大障害特別。第3回、第5回、第7回、第20回が、農林省省天障害。第9回、第11回、第13回、第15回、第17回が、中山農林省省天障害。第19回が、中山実のり省省省障害。前述の通り、1935年から1998年までは、 年2回施行され、春の競争も行われていた。試行コース、距離は秋と同様だったが、春のみ4歳馬、2001年以降の表記に基づけば3歳馬は、出走が認められていなかった。優勝馬のバレーは、現行表記としている。競争名は、第2回が、中山大障害特別、第4回、第6回、第8回、第21回が、 農林省商店障害、第10回、第12回、第14回、第16回、第18回が、中山農林省商店障害、第100回が、東京大障害。1944年春は、中山競馬場が閉鎖されたため、東京競馬場で、能力検定競争、農商商商店障害として施行された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。